の行ってこーわい、内子町大平旧小田町にやってきました。今日ですね、梅雨なんですけど、これ私晴れ女でですね、晴れています。曇っとるけど、いや晴れてるっていう。すごいとこ上がってきましたね。すごい道を今日上がってきたんですよ。森を上がってきました。ちょっとね、雨で崩れてたりとかしたんですけど、まあ、ここは、まあ、素晴らしいところに来たんで、これからちょっと挨拶に行っています。何も挨拶だっけ。何なんだろう。東海でって言うんですよ。佐藤海でですね。これ何に似てますか。国旗、カナダの国旗です。あ、どう。あ、本当や。そうでしょ、うん、はい、これをね、もっと何者かっていうのを今聞いてみたいと思います。わかりました。今日はですね、高山ガーデンというところにやってきたんですけれども、ここでブルーベリーを育てています。では高山ガーデンの高崎さんに会いに行ってきますね。もう本当、今のはやばい。植物の名前も人の名前も全部間違ってますよ。全部聞いて笑ってますからね。ごめんなさい。植物のちょ覚えることが多すぎるんですよ。確かにこの番組、ね、そう、いい、行きますよ、はい、高山ガーデンの山崎さんに会いに行ってきます。それではついてきてください。行きますよ。だからそれなんだこれ。それ行きます。ということで、はい、その前にこれは一体はい、友人にもらった佐藤楓なんですけど、佐藤楓、はいはい、でこれの、うん、ま、もっと大きくなってからなんですけど、はい、樹液を取って、はい、メープルシロップにします。メープルシロップ、甘いやつですか。そうです、ホットケーキにかけるやつ。あ、初めて見ましたね。じゃあ今日はこれはじゃなくてブルーベリーなんですよね。どうですか、そのちょっと雨が続いてましたけれども。そうなんですよ、7月に取れるはずだったのが、はい、もう、うん、ほとんどダメになってしまって、はいはい、今あんまりいい状態ではないです。それもまたね、リアルタイムなんで、はい、分かりました。これから8月にかけてずっと売れてくる品種が、はい、少しずつ色づいてきたので、うん、少しは取れるかなと楽しみにしてます。では農園の方に行ってもらっていいですか。はい、ちょっとすごい道ですけど、はい、気をつけて。わかりました。倒れてません、これ。来ました、山の上です。見て、晴れた、晴れ女。いやいやいや、この山の上にこのブルーベリー農園を、いつ頃からなぜここにお聞きしたいんですけども。実際に開墾したのはもう17、8年前から、はい、はい、もう農薬使いたくなくて、はい、でそれ以前にも使ってないとこっていうと、うん、こういう雑木林しかなかったんで、はい、山の上に日当たりのいい、今道すごい上がってきたんですけど、はい、道も全部抜きました。もう死にそうでしたわ。山の上じゃないといけないって何か理由かあるんですか。やっぱり日当たりが一番、はい、喜ぶんで、うん、でここだと日陰にならないから。
すごいこの輝きなんかすごいリアルですよね。あ、このカンカンを使ってこれはこれゴミあ、ゴミですね。わかりました、これですね。あ、きれいきれい、なってるなってる。あ、きれいきれい、全然食べてみてください。え、いいんですか、はい、このまま、はい、え、もう食べていいの私。大丈夫かな。いきますよ、いきますよ。ダメかもしれない。あ、本当ですか。食べてみてください。いいですか、はい、変な味しますね。おいしい。え、変な味で一つもしない。おいしい。ちょっと、ね、雨でそーっといたんだよね。美味しい。大きいし、美味しい。あ、本当に。うん。すっごい美味しい。こういう大きくって、この軸の付け根までしっかり色が紫になってたら食べ頃です。ちょっとでも赤、あの、こういう赤みが残ってたら酸っぱいです。なるほど。はい、こう、はい、いきますよ。はい。ね、ブルーベリーってブルガリア関係ないよね。ブルドッグも関係あるのかな。なかったことにして。この周りの、はい、違うでしょ。なんだこれ。別物でしょ。え、なにこれ、初めて食べた。列によって品種が違うんですけど、ちょっと味違う。これこの味、なんでバークレーっていう品種。これちょっと珍しくないですか。美味しい、私好きなんで。すごい、ちょっと変わってるこれ。マグノリアいきます。あー、おー、ちょっと香りが、あ、全然違った。ウッタード、ウッタード。あ、なんか何もかもが違うように感じますね。問題。問題？うん。山崎さんのここのブルーベリーする前の職業は何でしょう？ああ、それね、気になってたことあるんですよ。あのね、愛媛新聞さんから原稿もらってね、なんとか官って書いてあったんですよ。官房長官？あ、自衛官？おお。なぜブルーベリーに出会って育てるまでになったんですか？親がちょっと病気になって、はい、で急遽こっちに帰ってくるようになって、はい、何をしようかなっていうことを考えた時にブルーベリーがいいかなっていうことで、まあ山を土地がいっぱいあるから、はい、その中で何かできないかなっていうことが一つあったんで、ね、なるほど。その向こうに今開墾して畑を作ろうとしてます。ちなみにどれぐらいの広さが？約100ヘクタールぐらい。100ヘクタールってどのぐらい？100ヘクタールってどのくらい？いや、なんかさっきどれぐらい、山1個ぐらい？山一山ですか？一山。じゃあその一緒にお手伝いをされたりとかしてるんですか？そうですね、大学卒業してからもう今年で5年目になるんですかね。はい、一緒にずっとやってますね。たらお客さんに、まあ、将来やるのとかっていうのをすごく言われてて、で、まあ、やっぱりお客さんからすると続いてほしいから、うん、続けてねっていうのをずっと言われてきて、うん、で、まあ、大学卒業する、まあ、就活するタイミングでまあ、戻ろうかなっていうのを考えて、うん、で今ここにいる感じです。どうぞ。嬉しいですか？はい。しみじみになりましたね。もう代々もしかして続くって、はい、私で6代目、はい、あ、そうなんですね、はい、でちょうど家の裏に大きな杉があって、はい、でまあ、おじいちゃんが小さい時から大きさが変わらんって言ってたのを、うん、まあ、
小さい時に聞いてたんで、はい、大木なんですね、まあ、はい、まあ、うちでの御神木みたいな存在、御神木みたいな、はい、まあそれがあるから、はい、まあいてるようなもんで。あの調律にやってきました、はい、今日は奈緒さんに素晴らしいブルーベリーの何かを作ってもらえるということで、はい、さあ僕がいつも作ってるスムージーを、スムージー作ろうと思います。はい、では早速お願いします。言って入れて混ぜるだけなんですけどいやそれがいいんです、それがいいんですまあ、今は生があるんで、はい、生入れますけど、だいたい100から150グラムぐらい。うわ、贅沢ですね。これミキサーがそのままこれ飲めるボトルになるんで。あ、そうなんですね。もう僕しか飲まないんで、いつもこれ使うんですけど。で、今日はちょっとバナナを入れます。はい、もう好みなんで、あれですけど、1本か、ちょっと多かったら半分ぐらいで、はい、まあ、固めが良かったら少なめで、緩めが良かったら多めで、はい、大体 150cc ぐらい、はい、ちょっと多かったかな。なおさん、はい、で、あとは、はい、おお、見えたらもう回るんですね、はい、40分やった。40分 ?40 秒40秒で止まる。お、自動なんですね、これは。止まります。すごい。でもうこれで終わりです。これバナナとブルーベリーと牛乳だけですか？そうですね、季節によったらイチゴ入れたりとか、まあ、リンゴ入れたりだとか。うわ、すごい贅沢。いただきます。バナナ買ってませんか？怖いバナナもしますけど、ブルーベリーがすごい。ブルーベリーがすごい。ブルーベリーがすごい。今私オペラ歌手みたいになっていう、今オペラ歌手になるぐらいすごい。ちょっとナオさん飲んでみてください。ちょっとバナナ良かった。ちょっと突然なんですけど、ちょっと待って。え、問題。え、またブルーベリーの農園でいっぱい食べてますね。キキブルーベリー、味の違い分かるって言ってましたね。ちょっといいですか、外して。
あのね、2番目から言っていい？2番目から相当自信あるじゃないですか。うん、2番目はね、バークレーです。あっ、おぉ、うわぁマグノリアは下を降りていった香りの独特なやつなんですよ、はいはい、だから、A がマグノリアです。最初のがマグノリアですね。そう、当たってる？はい、当たってます。これでかい。え、やっぱりわかるわ。これね、あの絶対ね、外さないよ。当たり前ですけど、料理研究家だし、私うわ、なんか今今日一興奮した。いつも外すんですよ、これ結構難しくて。わかったでしょ、うん、なんでかっていうと、一番最初の印象がすごくて、申し訳ないんですけど、30個ぐらい食べてからです。美味しくて衝撃的で。それでは明日飯アレンジ。実はブルーベリーって肉にも相性がいいので、今日はもっとストイックにレバーを使いたいと思います。ちなみにブルーベリーって例えばどういう栄養素があるかっていうことってご存知ですか？そうですね、ビタミン、あとミネラル、はい、あとは食物繊維が多いのと、有名なのはアントシアニンがやっぱり多いのも有名ですよね、はい、夏はこの生のブルーベリーをいっぱい食べるので、はい、すごくよく見えるようになるんです。それなんか感動したんですよ、私なんか。あ、生きてるなんていうの、論文とかで見たことあるんですけど、はい、本当になんかね、身をもって毎日食べてて目が見えるようになってったっていうのをちょっと感動して。で、実は目だけじゃなくて、はい、例えば血圧を下げたりとか、はい、心疾患予防が、心臓を守るという役割があったり、はい、あとですね、脳なので認知機能を上げるとか、はいはい、もう何ですかね、私が一番おっと思ったのは、老化した肌を元に戻すっていう、何だとと思って、私それね、去年知ったんですけど、その論文で見てて、それは食べなきゃと思って。で、あとプラス旦那さん今アスリートなんですけど、その運動機能の低下を防ぐっていう役割もあるっていう論文が出てたりとかして、ちょっとこれスーパースペシャルな食材だなと思ったので、さっきみたいなフローズンでしたっけ、ナオジ。そうですね。全然違うんですよ。レバーはですね、アスリート、まあ、鉄っていうのはすごく有名な栄養素なんですけれども、夏場に不足しがちなビタミン B 群が豊富です。なので疲労回復効果があったり、夏バテ予防になるためのもう救世主的食材なので、ブルーベリー、先ほども申しましたようにアントシアニンという色素があって、これ水溶性です。なのでアルコールと合わせることによって吸収率が上がります。ということで今日は赤ワインで煮込んでいきます。これビタミン B 群が多いって言ったじゃないですか。でビタミン B 群なんですけれども、このニンニクのアリシンとつなぐことによって疲労回復効果が持続、ビタミン B 群の、長持ちさせるという栄養素になります。はい、ありがとうございます。オリーブオイルを入れます。はい、でそれから火で、はい、で弱火にかけて香りを立たせていきます。ちょっと香りが立つまで待ちます。かよさん、はい、え、ご出身はこちらですか？私は大阪生まれ。あ、大阪なんですね、はい、はるばると。そうですね。え、出会いは、え、慣れ初めは、慣れ初めですか。もう大昔のことで忘れたんですけど、40年ぐらい昔の話。めっちゃ笑ってますけど。一応職場、あ、え、結婚ですか、ね、あ、そうなんですね。え、自衛官ですか？そうです。すごいこう訓練されてるとこを見てかっこいいなと思ったんですか？そういうわけではない。どうですかその話を聞いて。自衛官になれって言ったら、うん、もう完全拒否されました。坊主にするの嫌だとか。いや、もうブルーベリー王子でいいですよ。こんなイケメンな、こうびっくりしましたからね、本当に。
転校してきて、お母さん僕何組になるかなって言うから組はないよって1個しかないよってで、スパイスなんですけどローズマリーでフレッシュでもいいと思います。ちょっと香り付けに入れます。ローズマリーって頭脳明晰作用がある香りと言われていて、集中力を保持したりとかコンディショニングケアとして使っているので今日使ってみました。ここで赤ワインを入れていきます。こんな感じです。綺麗ですね。そしてここにお醤油入れます。そしてここに蜂蜜です。アスリートはですね、蜂蜜の糖はすぐにエネルギーになるので疲労回復効果をすぐ、疲労回復をさせなきゃいけないときに蜂蜜を使うんですね、はい、でちょっと残したやつもあってもいいし潰しつつ、もうね、あの高山ガーデンさんのやつはね、もう粒がこんなに大きいので、カレーに入れるときもこんなに入れるな。これね、ちょっとね、今日贅沢贅沢入れた。これ贅沢ですよね。そうなの、これ贅沢な。あ、え、うん、どうした？なんか忘れてた。忘れた。忘れた忘れた。塩、いや、あの肉ね、ちょっとね忘れたんですけど。皿につけてません。いやでもブルーベリーがこんなにも、そんなやっぱり毎日毎日取るとブルーベリー王子のように若返りがもうそこですよ、今日釘付けですよ。いやちょっと本当にテレビに出れる、もうテレビ出てますけどその若返りっていうところで出れるぐらいの若さだと思うんですよ。ブルーベリーのおかげでしかないと思うんですよ。今日確信した私は。最後にですね、ちょっとこれは遊びなんですけど、あの高カカオのチョコレートを入れたいと思います。これね、実はチョコレートって高カカオのものってポリフェノールが豊富なんですよ。この高カカオのチョコを最初にご飯食べる前に食べます。それから食事をとれば血糖値のこうなんていうのかな、乱効果を防いだりするので、嗜好品として捉えられがちですけど、はい、実は栄養食っていうことです。見ますよ、いただきます。甘い。したらもうスーパーショックしちゃう。後でもいない。あんたちょっと取らないで、取らないで。今の取らないで。全部マジ。チョコが入れなかったんじゃない？いやいやいや。でもひどいでしょ。失敗したな。もうみんなにびっくりさせようと思ったのに。失敗してるんですか？してないよ。何言ってんの？全然してないよ。これ以上のないよ、こんなブルーベリーも美味しいのに。はい、それでは完成です。できたー。高山ガーデンブルーブルーブルー、青いベリーのあおみちゃん。ありがとうございます。これは一体何高山ガーデンのテーマソングです。そんなのがあったとは隠し玉ですね。いやいや、気になりましてね、このキャラクターも気になりましてね。私の同級生の娘さんがデザインしてくれたあおみちゃんです。あおみちゃんで、はい、そしてそのお歌もあるんですね。すごい、歌まであっちゃう。はい、では、はい、塩コショウしたレバーをどうぞいただいてください。いただきます。
久しぶりにケーブルを食べなくそれではかやさんお願いいたします。いただきます。どうでしょう、初めての味でなんかこうブルーベリーを感じますか。あの甘さが、あブルーベリーの甘さを感じます。なるほどなるほど。あでも甘さはブルーベリーっぽい優しい感じですね。塩コショウちょっと一緒にいただきます。塩コショウを忘れたと思えないほどの素晴らしいお味になっております。いや、あのね、塩コショウちょっと忘れたんで肉がぼやっとしてますけれどもなんですけどブルーベリーじゃないとこの味って絶対出ないと思うんですよ。赤ワインにもポリフェノールが豊富です。で、高カカオのチョコにもポリフェノールが豊富です。で、こちらですね、アントシアニンもポリフェノールの一種なんですね。なのでこれね、言ったらね、抗酸化力のなんて言うんですか、ダイナマイトっておかしいですか。あのうちのブルーベリーを絞っただけの 100% のストレートジュースなので、よかったらちょっとお味を。ありがとうございます。フレッシュで砂糖も何も入ってなかったらこんなにみずみずしいんだっていうぐらい、ちょっと本当にこれも初めての味っておっしゃったじゃないですか、はい、これも初めての味ですね。これを販売をされてるんですね、はい、じゃあぜひ買ってもらって皆さん次は松田町へ。